イーゴリ・グラーバリ、ボリスク・ストーディエフ、イーゴリ・エマヌイロビッチ・グラーバリは、ロシア帝国及びソ連邦の画家、美術修復家。前半生は美術史、芸術世界の導人として、後半生は社会主義リアリズムの騎士として知られた。グラーバリは、グラバーリとも表記される。ロシアの要人の息子として、ブダペストに生まれ、1876年にロシアに帰国。 当初は、モスクワのギムナジウムに学び、ペテルブルク大学に進学。1893年に法学部を修了すると、美術に転校し、1894年に、ペテルブルク帝国美術アカデミーに入学し、1896年には、ミュンヘイン美術アカデミーに留学した。1902年より、芸術世界展に出品し、その作品は、国外でも展示されるようになり、 ミュンヘンやパリだけでなく、1909年には、ローマ万博にも出展された。当初の画風は有限としているに、その後は印象派に影響を受けたが、菊や散らかった食卓は、むしろ新印象派に近い。1913年の初めから1925年まで、トレチャコフ美術館の館長に就任。その他に、1918年から1930、 まで、モスクワ中央修復工房を監督した。1943年より、ソ連科学アカデミーの正会員に迎えられ、1941年には、スターリン賞を授与される。1956年に、肖像画と革命を主題とした、歴史画の分野での功労を称えて、ソ連人民芸術家に認められた。ありがとうございます。